はいどうもラリホンです。というわけで今回もみんなの動画を見ていこうと思います。店チンプレ集吉田の野郎をパート21。というわけでブタタンさんのね店プレ集見ていくんですけど、最近ねその店プレ集じゃなくて単発で上げてるプレイを、ま、なんていうの、もうあのフラゲしちゃって、もう店プレ集になる前に見ちゃって我慢できなくて、多分見たことあるやつも数個あると思うんですけど、さすがに3分間全部は見てないんで楽しみ。もう本当にうまいから、まずネスとルドリどっちだ、 BGM いいね。札幌は空母でダウンレン、そしてもう一回ダウンレンして、ネスはこんなにダウンレンする気はないと思うんですが、やばいし、なんかネスも死んだけど、もうそんな関係ないからうまかった。プリン何すんだ、もうドンキー、もうこれね、もうお手玉なんですよね。もう宙に浮いてへんけど、これはお手玉って言うんですよ。耐えたと思ったら、台の下でも、眠ってしまうと。今のはやばいな。さあ、下投げした今日？そんなルートあんの？やばい。知らねえルートだ。もうさっきからネスもそうやけど、知らねえルートなんだよな、コンボルートが。さあ、これもどうするんだ？でも、毒まり？まさかの？今の割り込めんの？これどうする？阻止展開？下スマ入らず？うますぎるんだよな。もう、じゃ見てるんだよな。さっきのウィビもさ、その PK ファイヤーの暴れ？ぶっぱと思いきやちゃんと多分分かってやってるし、今のね、崖のね、あの、バーストを見たら分かるよね。さあ、空砲して。まあね、ワニ暴れがちやからな、そこにファルコンパンチ合わせていくっていうのはもう IQ がもう高すぎる。もう喋れないっす、うますぎて。あ、これは知ってるよ、これ見たやつだよ。わけのわからん王冠踏みつけてメテオしていくっていう、もうメテオしやんくて、もう踏みつけだけでメテオできたやろっていうレベルでうまかったですよね。さくらリトルマック、何がこれ、はい、なんだそれなんだそれ、チートじゃねえか今の。何やってんだかの、何やってんだかの、ちょっと待って、何やってんだ完全に誘い込んでるしな。あ、これも見ましたね、アイクのねコマコンボということで。いやもううまいんだよ、やばいって。何が起こるって言うんだ、知らない人からするとこれはもうガチで鳥肌コンボだぞうますぎるんだよね。さあこれはガノン見ろ、何が起こったそんな綺麗にできる。さあこれはパックマンと、何が起こってる今、消火栓が2個出てきましたね。これ対しずえとかじゃないと、あ、なんかできないコンボやったな。レアすぎるでしょ今のコンボ。さあこれは完全に読んでる、なんかもう大の読みがやばいな、こう大コンボの、大コンボの大の読みがやばい。もうね無理なんだよ、イストックスあるセキュロスは誰も止めれへんのよ。だってもう自分の死になっていいじゃん、セキュロス側からするとね。さあこれピカチュウ踏みつけ食えるから、めちゃくちゃコンボが入ってくと。お前、なんで、なんでそんな上手いのに復帰できないんだ。まあまあ、いいや、そこは突っ込まんとおこう。さあ、これは、つかめるルイージ、ゼロパーだからな、ゼロパーからコンボ入っていって、どんなルートでやっていくんだ、おかしい、まだやる思ってたよりも一手間多かったぞ、コンボの。めちゃくちゃうまいな。あ、これも見ましたね。こう謎の踏みつけ食えるで上昇中ってやつ。なんで踏みつけ食えるが入んねんっていうな。もうやばいって。なんなの？おーおーおー、おまけありましたね。ワニとファルコン？ファルコンの王冠？関係あるか？やばい、めっちゃうますぎるけど、バーストできない？が、惜しい。いや、今のファルコンパンチ入ってたら今日の店プレイ集の中で一番やったけどな。でも、入らへん。季節の店プレイ13分の7大変だったというわけで、13分の7ってなんだ？ちょっと、なんだ ?13 分の7ってなんだ、なんだ ?13 分の7って。ちょっとわからへんねんけど、見ていきましょうか。あ、全キャラのこと、これ全キャラ終わったってこと、え、4列目やからね。13分の7も見ていきましょう。スティールダイバーって相手も使って少しコンボ。なんですけど、あの、上から順番に行ってるんですけど、今回はルカかってことで、ソニック、あ、X 組からやな。うまっ、それかっこいいな。ソニックいいね。まさかソニックがこのアイテムと相性と思わんかったな。もう、これはね、確定コンボっていいですね。230%。それの本当てバーストできんの落ちてきたところがメインだと思ったけど、あれは本当てで倒せるんですね。その、上昇の時の。やばい。あの、コマコンボよりもなんかスタイリッシュちゃうわ。
ロボとかそれ使うとさあどうするんだ。はーい、やばいぞ。あーなるほどな、投げてウェビーバーストいいね。やっぱ普段から飛び道具を使ってるようなキャラクター、ロボットとかもそうなんやけど、っていうけどはなんかスタイリッシュさが生まれるよね。なんか普段よりもね、キレが増すというか、多分ね、普通じゃアテリアン回数で飛び道具当ててますからね、このスティールダイバーのおかげで。うん、切り札バーストだ。うん、切り札バーストでしたね。さあこれはこのも切り札か。はい、クーパーかっこいいぞ。そこでやっていって47% 死ぬのよ。うん、さすがに 47% 死ぬのよ。そこやからさすがにな。さあこれはちょっとフィットルは違う、キリフトじゃない、メッティオで倒せるんだ。やばいね。あ、今の太陽礼拝じゃない、あの腹式呼吸済みだったか。とてかっこいいな。かっけえな。ロゼチコかっけえな。さあどうするんだ。もうワニって言いかけたけど、リトルマック、うまい。なんかリトルマック空中コンボが映えるよね。なんかいつも思うんですけど、リトルマックって空中で戦いやんキャラのくせに空中コンボめっちゃかっこいいよな。なんかなんでなんですかね。横指だからキレがかっこいいからかな、なんか思いません。リトルマックってかっこいいですよね。うん、これ面白いよな、このバーン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 って。これちょっとこれ面白いよな、なんか個人的にツボなんですよね。ハートのみんな、リホーン熱が出る店プレイ集5というわけで見ていきましょう。もうね、熱は出てないです、もう。うん、5回4回か4回この店プレイ集食らってますけど、もう全然僕元気ということで、俺本当になかなか病気にならないですよね。花粉症なんですけどね。まあ花粉症つってもなんかね、肌が荒れましたっていう話したっけ。まあ置いとこう、その話は。プレイ見てこう、熱が出るのか。僕は熱出なくてもね、視聴者のみんなやってるかもしれんからね。今のはやばいわ。今のちょっと温まってくるの。うん、今のコンボはちょっと温まってくるの。熱が出るとかちょっと温まってくるの。うん、被害者目線やと。だからは財布して、はい、カーツリア2連続財布して、ウーベスパバーソード。もうセヒロスね、片翼出た時には死んでるからね。うん、悲しい気なんですよね。だから後ろ投げして、クーモエだ、あっ、えっ、そっから横道だけでねえわ。うん、てっきり暴れでね、もう一回地上からコンボ始めるんかと思ったら、もう空中の暴れから少し前繋がるんだっていう衝撃なんですけど。うん、カズヤミラーはもう何でもいいや。うん、どっちもカズヤし、2連続カズヤミラー、横スマの構えに財布。もうやばい、カズヤしかいない。おい、カズヤ以外はおらんのか今日。いつもカズヤ以外もいるよね、いなかったっけ。財布始まって、はい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 、もうこのコンボではいはいしか言えない。おい、カズヤしかいない、どうしよう。お前らカズヤしかいない、地獄もねてましたけど、はい、どうするこれは。そしてんかい、うん、もうかわ、ちょっと今俺スティーブかわしちゃったな。うん、本来ちょっとスティーブにちょっとかわしちゃったと思わへんねんけど、ちょっと今なんかかわしちゃったな。うん、おいおい、どう、やばい、カズヤしかおらん、なんかおらんの、ガノンとか。うん、ガノンとかおらへんの。これはどうする。ウキムうまいよ、うまかったけど、あーなら惜しいですね、魔人剣ね。狙う完璧、地獄も対戦ありました。うん、地獄も決まった瞬間もう次のプレイに飛ばしてもいいかもしれない。さあ横スマッシュをガードしていって、はい、地獄もなってるね。えモザイクかけてたって今、うん、もう見てはいけないシーンだったみたい。今のはもうセルフモザイクやったよね。さあこれは59だから死ぬわけある。うん、もうやばい、今日数や限定、いつも勝手だけやったっけ。そんなことないと思うんですけどね。今も掴めるんだ、クッパうまいですね。クッパうまいして、クッパうまいけど、はい、もう次のペイン飛ばしてもいいかもしれません。クッパが一番ねコンボ耐性がないと言われますからね。もうね、財布の瞬間からね、10秒飛ばしてもよかったかもしれない。10秒でちょうどね死ぬシーンだと思うからね。うん、まあ、もう2ストーク連続だ。もう次のプレイとかなかった、もう次の試合と。うん、これはどうする。はいはい、多分おそらく対戦ありがとうございましたって感じやな、これな。あー、うまい、うまかった。どうする2ストック連続それやってくる感じは恐ろしいですよね、皆さんね。あ、これラストか、ラストじゃない、あ、ラストか。次のプレイなんかなかったね。飛ばしてもいいって言ったけど、いや、おまけがあんのかな。いや、まさかちょっと2ストック目あんなうまいコンボと思わなかったけど、おまけ2本、 CPU に何するんだ。かっこいいな、今の道連れ。道連れすらもかっこいい、ちょっとずるいよな。だってガノンの道連れなんか横ボタンポチだけやん。さあこれは、はいはい、どうする。あー、これな、このシットジャグからの横尾、いいな、かっこいいんだよ。うーん、普通にかっこいいんですね、かっこいいんだ。ハートミンラリホン、ラリホンの一日というわけで、もうサムネのシーンなんかないですけどね、僕の一日にね。まあ、なんか僕の、なんていうの、ルーティーンというか、モーニングルーティーンとか、なんかそういうのを紹介してくれるかな。俺のこと知っとる？ああ、一人ホームコンしてる、一人チームホームコンしてる。これ僕でしょ、一人チームホームコン。で、何狙ってるんだ、そんな記録でも目指してるのかな。
もう一人でこれやって楽しんでるわけがないんですよね。で、まだあるでしょ。もう派手やな。何それ、世界一派手なホームコインだけど、これ俺なんか最近なんかカービィ見ましたけど、なんかカービィにやられた、リンクとカービィ、カービィ涙目ですけどね。なんか最近僕のことどう思ってるみたいな人多いんですよね。この動画もそうやし、スペイト配信ではなんかカクセラリホンって言ってなんかハゲた耳、俺の将来とか言ってくるし、なんかみんな俺のことなんやと思ったんや。はいどうもー、シャッカズキ TV です。というわけでちょっと皆さんごめんなさい、アイテムのさ、コンボ集あったじゃないですか。あれちょっとパート3見てなくて、今回パート4見たんですけど、ちょっと飛ばしちゃいました。ちょっと申し訳ない。次回ぐらいにパート3見ようと思うんですけど、なんか思ったよ。なんかこなすんとだけって思っとったんやけど、心の中で。思ってたんですけど、住んでなかったわ。パート3を飛ばしちゃったので、謝罪。そして、原神を始めました。ツイートしたんですけど、ポストか。最近もう俺ね、慣れないですよね、ポストってね。原神を始めましたね。原神って足らないやな。原神ってゲームはしてたんですよ。なんかそのね、なんかブリダイみたいなゲームって言われてるんですけど、ゼルダのオープンワールドの、なんかね、かっこいい、かわいいキャラが活躍する。俺は多分、原神の方が好きなんですよね。ゼルダよりも。ガドン使いやけどさ。なんか俺、ああいうキャラ好きやから、魔法とか好きやし。かっこいいなとか、面白いなとか思いながらやってるんですけど、あれ、ただなんですね。え、ただじゃない？俺、プレフォーただでダウンロードできてんけど。おかしいよ、俺が。なんか変なパックでも入ってたんかな、もともと。わからんけど、なんか、あれ、ただなんすね。最近、ただのゲームのクオリティやばくない？なんかもう、ねえ、なんだ、スマブラ？高ない？スマブラ、こんなにキャラおって、こんなに曲もあって、8000円ぐらいだっけ？ 7000 円ぐらいか。安いなって話しましたけど、高ない！スマブラもタダでいいんじゃないと俺思うてくるんですよね。原神のタダ具合を見ると。やし、ジョイコン高ない。ジョイコン8000円するんですよ。ジョイコンってスマブラより高いんですよ。ジョイコンタダでよくない。もうなんか、ゲーム屋に行ったらジョイコン、ね、自由に持ち帰っていいですよみたいな感じで置いてもいいんじゃないとか思うぐらい、原神タダっておかしいなと思いました。